さあ、新になりまいきました。見出しもね、こんな感じね。よし。いやでも危なかったですね。設置不審見ないで突起通るかと思ってたら、突起は通過ということで。で、市民大大社の方に向かってきゃいいみたいですね。スポットになっとるのは、JR の駅前の方らしいですけど、うわぁ、すごい人だ。すげぇ。関西寿司。寿司屋のおもかねもね、すげえ。と思ったら寿司屋やってるわ。バッテラー売ってるわ。めちゃめちゃ関西寿司やったわ。すげえな。あ、でも JR の駅なんや。海外の人も多いわ。うち抹茶まだ。ここは？うわわわわ。すごっ。すげえな。はあ。こっちが駅前通りで、はあ。ノートスケ。警察か。あ、地酒な。すごい。なんか人だかりたいできどいってことはここか。やっぱここか。すげえ。こんな風になってんだ。いやー、とりあえず撮っては来ましたけど、いやー、あのね、混み方えぐいね。これはね、あまりに人が多い上に、写真スポットのところがね、さっきの下鴨神社のところは、境内のね、市内だったんで、人は多いとはいえ、ね、敷地も広かったんでよかったんですけど、めっちゃ細い参道のところにあったんで、だいぶ、交通に、大変な、すごいなぁ。久しぶりにガチガチの反骨って感が強い。こっから痛いのか。勝手にやってるな。電気も出とる。すごい。わあ、立派だ。へえ。いやあ、すごいな。ああ、すごい。へえ、なんか。すごいね。あそこに地図がある。あ、先ま。拝殿。あ、拝殿をぐるっと回ってあるんや。へえ、すげえ。よいしょ。